込むような組み込み基盤っていうのをやってたわけですね。そうすると表向きには、私たち IBM がやったものっていうのは出てはいかないんですけども、その他社さんのですね、その製品の規模とか内容によって全然違うですし、会社によっても違うと思います。ですのでこれは一つの例だとして、なんとかコストですね、それを見る人がいますと。でハードウェアの設計や開発をする人がいたりですとか、ソフトの部門で開発している人がいますというふうに、一つの製品を作るためには本当に多くのチームや人たちが関わっています。またそのハードウェアの開発って一言で言っても、全然ずっとですね、実験室で何かやってるとか設計してるっていうそのフェーズっていうのはほんの一握りで、例えばですね、お客さんと打ち合わせてたりですとか、これも会社によって違うんですけども、IBM の場合なんかはもうこの世界中に散らばっているチームと一緒にやる必要があることが多いですね。ですのでやっていく中で、異文化ですとか人種、いろんな人とのコミュニケーションというのが必要になってきて、薬がずっとこう振るわけですね。そういうふうにガタガタガタって振る機会があって、それに耐えるかっていうのを見たり、衝撃試験といってある高さからボーンと落として壊れないかって見たり、そんな試験もあるわけですね。で、そういった専用のツールというか、機械があるので、そういうのをやってるわけです。また電磁波の試験というのもあってですね、これも、電磁波がこういっぱい出過ぎてないよねっていうのを、見る試験なんです。あと中学校の時に、あとオームの法則とかやったと思うんですけども、抵抗部分を、極力ゼロに近づけて電流をいっぱい流してみると、そういった、試験をやって発電発火しないことを確認しますとかですね、あと環境試験といって、暑い部屋で、またすごい寒い部屋、例えばマイナス20度とか80度とか、そういったところで、システムが大丈夫なのかっていうのを見ます。こんな試験もあるわけですね。こんなことも仕事の一つとしてあるわけです。そしてですね、次はですね、先ほど、一つのオフィスにみんながいるわけではないっていう話したんですけれども、これはですね、私にやった